筋トレを継続するために一番大事なことっていうのは何かっていうのをお話しようと思うんですけども、それは簡単なことで、筋トレが好きになることですね。楽しくなれば続くという、低周波でお腹につけて腹筋を鍛えるっていうのありますよね。あれ私やったことあるんですけども、気持ち良くないからですね。気持ち良くなければ一般的に広がることは難しいと思いますね。論理的にはあれでもこうね、筋肉ができるとか言うんですけども、怪我した人とかはいいかもしれませんけどね。ただ気持ち良くないものは続かないですからね。だからそれよりも腹筋運動の方が気持ちいいから続きますよね。特に効かせるトレーニングって乳酸を貯めて追い込めば本当気持ちがいいんですよね。で、その快楽が分からないうちにやめてしまうと、まあ、継続できなかったってことになりますよね。だから高重量を上げて楽しいっていうのもありますからね。高重量上がって楽しいで続けていかれる方は行かれていいし、とにかくまあ筋トレが楽しくなれば絶対に嫌でも続きますからですね。刺激っていうのは楽しいからですね。だから仮にもう絶対筋トレしちゃいけないって言われたら嫌でしょうからですね。コロナで器具が売れてるんですけども、やっぱりジム行っちゃダメだと言われると家でやりたくなるっていう人間心理はあると思うんですよね。私も筋トレ40年ぐらいやってますんで、まあないと困るなっていうのはあるんですけどもね。まあでもいつかみんな辞めなきゃいけないわけですからね。まあ1ヶ月で辞めようが、10年で辞めようが、まあ、私の場合50年で辞めようがですね。まあ今40年ぐらいやってるから43年で辞めようがですね。いつか辞める時が来るわけだから、辞めるまで頑張ってやりましょうっていうのも筋トレですよね。まあ、大会に今年出ようと思って、年齢は私全然気にしてないって言ってるんですけども、なぜかっていうと、まあジムメンバーさんとの付き合いが長いからですね。若い方だって立派な方もいればダメな人もいるし、年齢がいっても立派な方もいればそうではない方もいらっしゃいますしですね。年齢っていうのは一つの要素であってですね、どちらかというと遺伝的な要素とかね、生活習慣がその人を決めますよね。体も決めるんですけど、だから年齢は関係ないって言ってるんですけれども、ただしボディービル大会に出る回数っていうのはもう限られますよね。有限になりますよね。もちろん20歳の人だってボディービル大会に出る回数っていうのは有限なんですけどもね、それがこう59歳ぐらいになるとより明確になって、あと何回しか出れないなと思ったりするんですよね。まあ、そういうのを感じるだけでもいいかなと思うんですよね。ちょっとやっぱり年齢は気にしなきゃダメですよね。私みたいなこうちょっとずれてますからですね。まあ、確かに若干年齢に応じた筋トレっていうのはあるかもしれないですからね。まあ、でも基本的には潰れて追い込むっていうのはもう普通になっても一緒ですからですね。体力がない人はその追い込む強度が弱くなるだけであってですね、だからそれは年齢とともに体力が落ちていった人は それなりのトレーニングをして体を慣らしていかなきゃいけないですね。ところが年齢がいっても体力がある人はいますからですね。村田兆治さんとか60で140キロぐらい投げたんでしょうからね、野球でですね。若くったって投げれない人は投げれないわけですからね。でよく私は年だからとか言ってね、プロ野球選手が同年代の人が引退したとか言うけども、プロ野球選手っていうのはトップパフォーマンスでやってるわけですよ。その人たちはもうそれが保てなかったらやめなきゃいけないわけですよね。ところが筋トレってね、我々なんかトップパフォーマンスでやってないからですね。もう適当にやってるからまだまだ余力はあるわけですよね。特にまあプロっていうのはもうやめなきゃいけないからですね。アマチュアでは引退はないからですね。よくボディビル大会でも引退しますとか言う人いるけど、引いて退くことはできないんですよね、アマチュアスポーツでは。ただ単にやめたっていうだけであってですね、まあそういう言葉のちょっとしたところを捉えるのは良くないかもしれませんけど、まあ、とにかく初心者のための筋トレとしては筋トレの楽しさを分かるってことですね。そういう意味ではですね、 LB ジムで効かせるトレーニングなんかいいと思いますけども、まあ、それすら体力がいりますからですね。まあ、体力がないと楽しめないっていうのはどういう趣味でも一緒でしょうから、まあ、ちょっときついなと感じる人は最初体力をつけるようにしたらいいかと思います。ちょっと山田電機に来て、ちょっと霞ヶ浜の電球を買いに来たんですよね。電球 LED でも切れるんだなと思って、ちょっと今から行ってきます。